はようございます。おはようございます。今日は東京都 の東京サイクルレース東京に密着させていただくということで、今日は一日よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。今回ちょっと学生が多いんで、はい、あのディスクホイールを使わずにサポートの今リームブレーキのホイールの本数を今増やすためにメカニックが今準備をし直してます。こうやって走る前に選手の機材を見て機材の準備をまあ入れ替える。じゃあもうレースの状況によってもう機材も変えるってことですね。そうですね。やっぱり UCI だとみんなディスクロードを使ってる方が多いんですけど、今まだこうリムで挟むリムブレーキタイプの選手も多いんで、まあ、それに合わせた機材を前後で入れ替えてで準備してるような状況です。やっぱりでも最近はディスクブレーキの方が主流になってきてはいるんですか？そうですね、基本的にはもうほぼほぼディスクなんですけど、今日みたいに学生とかがいてるとどうしてもまだリムブレーキタイプの選手も多いんで、まあ、JPT とか UCI のレースだともうほぼあのディスクになってるんで、まあ、機材はそのレースに合わせて変えてるような状態ですね。じゃあもう今日のレースの特徴に合わせて今準備中ってことですね。そうですね。でうちのメカニックは今きめ細かくあの準備してるところです。はい。これフレームのサイズって何種類ぐらい用意してるんですか？フレームはですね、一番小さいサイズだとやっぱり女子にも対応できたり、はい、男子の小さい選手用に、まあ、あの一番小さいサイズから、はい、あと UCI とか今日外人も走るので、はい、まあ、ヨーロッパの選手、でも乗れるような大きいサイズまで用意させてもらってますけど、はい、特徴はこのシートポスト、これレバーで上げ下げできるんですよ。だからフレームサイズ以外でも、シートの高さを調整するような感じになってますね。じゃあもう本当にどんな選手でも柔軟に合わせられるということですか？そうです。でただ、はい、ペダルに関しては、はい、基本的には我々今日はたまたま後ろの車なので、はい、その選手に合わせてペダルを変えるんですけど、はい、このペダルすぐつけれるようにこれはわざと外してます。これはわざと外してます。で、前に止まってるニュートラルカーはもう優勝するであろう選手をピックアップして、はい、その選手がどのメーカーのペダルを使ってるかで、どのサイズのバイクを乗ってるかをチェックして、で、ペダルもセットアップします。じゃあもうレースが始まる前にもう有力選手を絞って、はい、ちゃんとその選手に合わせたサポートが。そうですね。ただインパクトの工具を使ってすぐ取れるので瞬時に変えることは可能になっています。これフレームのメーカーはどちらになっているんですか？フレームはですね、我々今コーダブルームさんからサポートをいただいてて、今コーダブルームの UCI 規定の、しっかり認定の取れたフレームを載せて、ここにロゴ入ってますけど、はい、コーダブルームさんのバイクを使用しているということですか？そうですね。ありがとうございます。じゃあ、はい、今日は本当はこの機材は活躍しない方がいいってことでしょうけど、そうです。何かがあった時にそうです、ね、どんな状況でも救助できるということで、はい、マビック1、どれがマビック1や？はい、メリットで入ってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ニュートラルビークル2、マビック2。はい、こちらマビック2、感度良好です。はい、よろしくお願いします。10分前にロールコールっていうのがあって、はい、こう隊列がちゃんとコミュニケーション取れるかっていうのをチェックする。やっぱ走り出すと聞こえなくなったりするん で先にチェックしておかないと、やっぱこれだけがもう唯一の情報源なんで。はい、男子カメラ元 B 鈴木です。よろしくお願いします。コミッセル無線とは別にマビックチーム内だけの無線があって、ここでニュートラルのポジションとかレースの展開を今確認しながら、我々の中で今度能動的にこうポジションを変えて動かす感じ、サポートするときに最適にできるようにってことですね。そうです、そうです。今日のレースはなんかニュートラル区間という独特なものがあるみたいですけど、うん、どういう風なレース展開になるっていう風に思いますか？多分展開的にはツオイ選手が早めに多分仕掛けて2位に入ると思うんですね。でニュートラル区間前にある程度のタイムギャップを作って、でニュートラル区間って踏切のルールと一緒で、ニュートラルになってその先、タイムギャップを、まあ、開けてまたスタートするようなやり方があるので、まずそこまでにどれだけタイムギャップを作るかっていうので、ツオイ選手、ツオイチームが多分
仕掛けてくると思うんですね。でそれが終わってから多分下り基調のレースなので、あとはもう位置取りで残った選手で最後ゴールを目指して多分取りに行くんじゃないかなとは我々ニュートラルは予測してるんですけど、まあ、チームも賞金かかってますからね。結構大きな額が大きい額がかかってるんで、まあ、思った通りの展開にはなりにくいのかもわからないですけど、ただ有力チームは多分どんどん仕掛けていくと思います。コセさん、はい、どうした？お願いします。早速仕事が。はい、よろしくお願いします。エスコート元西海さん。こういうのスタート前にもトラブルがあるんで。スタート前にも、うん、実際、はい、選手がこうやって駆け寄ってきます。はい、よろしくお願いします。同じです。これはどういうトラブルが多いんですか？スタート前にここに駆け寄ってくるっていうのは。一番多いのはやっぱり変速トラブルとか、あと空気ですよね。ケンちゃん前だけ動かしとくよ。まだスタートまだやから。はい、じゃあ作業終わったら発砲してください。さっき今日のレースの展開についてお聞きしましたけど、うん、ニュートラルサービスカー的にはどういうところに気をつけながら今日は行く感じなんですかね。ニュートラルの、ルールというか、はい、まあ、一つの考え方として強者優先という言葉があって、要は機材トラブルによって着順を失ってはいけないんですね。となると、まあ、序盤でトラブルとかパンクとか落車があった時に、あ、この選手、復活できるっていう選手であればいいんですけど、なんか序盤でちょっと体力がない、力がない選手がパンクする場合もあるんですが、それをどうやって見極めていくかっていうのも大事になってくるんで、決して見捨てるわけではないんですけど、それなりにこう強者優先っていうのを概念に頭に置いて我々はサポートするようにしています。じゃあもう本当にマイレースどの選手が強いかとか有力選手かみたいなのを把握しながら、そうですね、取り組むということですね。はい、で年間レース数でいくと40から60レースみんな走ってるんで、大体走ってる選手 の状況とか状態とかが分かるので、まあ、それに合わせてセッティングをしたりポジションを決めたりするような形にしてますね。マビックさんって我々は普段 JBCF の会場でお会いしてるかと思うんですけど、はい、学生さんのレースだったりとかその UCI の国内レースだったりとか、うん、結構いろんなレースにニュートラルカーとして出ていらっしゃるじゃないですか、はい、年間何レースぐらい出てるもんなんですか？年間1日で、いろんなレースがあるんでね、はいはい、それを全部足していくと60ぐらいですかね、はい、もう結構じゃあ本当にほぼ毎週駆けずり回りながら全国、うん、今年は特に九州が多かったんで、はい、九州3連戦っていうのもあったんで大会ごとに、はい、はい、でもう向こうに機材を置いていくっていうねもう毎回持っていけないから。そうです、そうです。で我々 SSC のこのスタッフも全国から優秀なメカニックを集めてるので、まあ、北海道から九州エリアまでメカニックがいてるんで、そのエリアごとに応じて、まあ、大会の特性に応じてメカニックを招集しているような状態です。全員外部部隊なんで、はい、やっぱり SAC のメンバーだとやっぱオリンピック経験者とか、はい、世界選手権経験者とか、まあ、選手学生時代選手やってたとか、はい、あとコミセールやりながらとかっていう、こうメカと、まあ、ドライバーとパイロットと選手の気持ちが分かるメンバーを今集めて、まあ、チームを編成しているような状態で、今日乗っていただいている園田メカはですね、なんとジムカーナー、二輪のジムカーナー西日本チャンピオンやったっけ、関西チャンピオン、うん、だ今日は四輪のメカやってもらってますけど、はい、やっぱりバイクの運転はピカイチだったりとか、自転車のメカ以外も長けたスタッフを揃えて、まあ、パイロットとか、まあ、ドライバーライダーで運転してもらってるような状態です。じゃあもう本当に精鋭尽くしで毎週末いろんなところでニュートラルしているという。そうですね。もともとマビックの前はどこかでメカニックをされていたんですか？マビックの前よりマビックが先で、その後にマトリックスにメカニックを5年ぐらい、6年ぐらいやりましたね。でまた一時、ブランクがあって、去年はスポットでマビック復帰 で今年は1年間通して、じゃあもう本当に長年の経験から
メカニック経験もあんまないんですけどね。撮影経験ある言うてくれ。まあ普通のことしかやってないね。何年俺たちレース界におんねん。もう30年以上おるで。生き長いよ。もう30年以上レースに関わってんのに。総勢100名以上の選手が今勢いで出走となりました。でしょうね。さあ、サポートカーの隊列がまだまだ続きます。今日のレースも東京オリンピックで実際に使われたコースを走るっていうことですけど、はい、オリンピックはやっぱり違いましたか、日本のレースの中でも。いや、 やっぱ観客の多さが違いましたよね。お聞きいただければと思います。オリンピックで、まあ、ちょっとあれですけど、ロードレースして、はい、でロードレースってこうやって行動で人が見れるんで、でもやっぱり迫力ありますよね、この車の中から見るだけでも。まあ、今日もたくさんの人集まってますよね。そうですよね。ありがたいです。もうエスコートのそこでも仕事してるね。これエスコート元って言って、はい、危険エリアがあって減速しなさい、これ右に曲がりますっていうのをバイクが先回りしてチェックして、はい、黄色い旗を、まあ、普段マビックのニュートラルしない時はあれの統括をしたこともあるので、まあ、いろいろレースに変わると、まあ、関わってますね。ニュートラルだけじゃなく、もういろんな形で関わってきたってことですね。そうですね。じゃあもうそれだけ関わってくると、大体なんか選手とレースの場所とかで大体どの選手が行くかなっていうのは分かっちゃうもんなんですか。そうです。先ほども話したように、やっぱり年間、まあ、4,50 レース走ってるんで、まあ、どの選手が今どういう、ね、コンディションかっていうのも分かるし、チームもどのレースにこうピークを持ってくるかっていうのも分かるんで、やっぱそれに合わせてレースの展開を読んでますね。村上さん的に今日の有力チームと有力選手がいれば。今日の有力チームはどうでしょう、愛さんとかブリヂストンとか、ちょっとチャンスあるんじゃないかなと思いますけど、たださ、まあ、どのチームを狙ってくると思うのでね、なかなか難しいと思います。今日は難しいレースってことですね。いや、 やっぱり初めての行動レースなのと、若干下り基調じゃないですか、ゴールまで、はい、下り基調だと、まあ、展開がちょっと読みにくいところもあるのと、あと今シーズンオフに近づいてるんで、まあ、選手のコンディションもやっぱりピークから過ぎてる選手もいてるんで、ね、であとその走ってる選手が学生とかも混ざってるんで、結構いい意味でかき回してくるんで、まあ、そこがどう出るかでしょうね。でも今日って比較的レースの距離としては短いじゃないですか。うん、やっぱり距離の長さっていうのは、そのニュートラルの活動のなんていうのかな、頻度に影響はしたりするんですかね。あ、うん、それ関係ある。まあでも距離関係あるかな。まあ後半に疲れてきたコーラがやっぱりよくこけたりとかな、接触はあるけど、うん、基本的にも仕事大体前半から中盤までやからね。まあ、仕事多いのはやっぱりレース始まってすぐの展開が始まってるところにみんなこうガチャガチャしだすんで、落車が多かったり、あとパンクが多かったりね、うん、で後半になるともう逃げが決まったり、レースがある程度こう活性化はしてるけど落ち着いてるっていう言い方が正しいかあれですけど、そういう意味ではトラブルは少なくなるかもしれないですね。今パレードなんでレース展開されてないんですけど、はい、リアルスタートすると多分予想としては、まあ、何かトラブルが起きるんじゃないかなと思って、まあ、前半ちょっとメカは今備えてますね。あとはその時にこの4輪で対応するか後ろの2輪で対応するかは、まあ、状況を見て判断するんですけど、多分一番最初にそのメカニックが飛び出していくんじゃないかなと思って。その4輪で対応する時と2輪で対応する時ってどういう違いがあるんですか。本来は山岳コースとかコーナーが多いところとか狭いところっていうのは4輪で対応しに行くと後続車が通れなかったりするんですね。
でそれと四輪は機材はたくさん積んでるものの、今のような動きがちょっと機敏にできないところを全部二輪でカバーする。要は機敏に対応するのは二輪で、まあ、腰を据えて対応するっていったらちょっと語弊があるんですけど、あの腰を据えてしっかりサポートするのは四輪の方でサポートするような形ですね。ちなみに今日のこの四輪はどのぐらい何セットぐらい用意してるんですか？これは本来はあのニュートラルバイクっていう自転車自体はマックス6台積めるんですけど、はい、今日は4台。4台。はい。で、あと車輪が後ろにですね、屋根の上に、フロント3本、リア3本の6本。で、あと室内に、ちょっとこれは後ろのニュートラルカーなんで、はい、少し多めにあの機材は積ませていただいてますね。で今日機材の中でもディスクホイールっていうディスクのついたホイールをたくさん積んでるんですけど、今日学生さんもいてるんで、まあ、リムブレーキタイプのホイールと、まあ、種類を分けて、多めにこちらを積ませてもらってます。誰いくんやろな今日、学生かな。短いレースだと初めから上がるもんなんですかね、ペースが。うん、初めから多分距離短いと、あの初めから上がるのと今日ちょっと人数多いんで、距離短い割には多分ペース上げてバラしたいチームっていうのが出てくるんで。とはいえちょっと早いね。真面目に考えてあるから、真面目に考えてるのかな。そんな慌てんで、慌てんで、はい、もう序盤はゆっくり出てくる。集団縦に非常に長く伸びている。だいぶ離れた。だいぶ離れたな。おらんやろ。行かなあかん。ごめん岡林、やっぱりちょっと前行ってくれる？はい、からはい、よくやります。ただちょっと下り基調やから、あの気をつけてくれるかな。霞町、はい、了解です。先頭321トップ、霞町交差点。でもなんか今年のレースは雨のレースが多かった気がするんですけど、マビックカー的にはどうでした？今年の雨のレースは大変ですよね、メカニックもね。うん、よくかけばかけるしな、パンクも多いし。パンクが多いのと、まあ、落車も多いでしょ。パンク落車は多いね。やっぱり晴れたレースが増えるかな。あんま大きな怪我少ないよね。雨のレースも怪我はすごい少ないな。怪我は少ない。やっぱ晴れてる時の方の、やっぱこういうダウンヒルが続くと、他は前しかなかった。あの怪我する確率は高くなるよね。岡林ちょっと前見てくれる？多分結構空いたと思うわ。はい、了解。まあこういう感じで二輪なんかは、あの二輪のニュートラル元は機敏に動けるんで、まあ、ちょっと空いたところにサッと入ってもらってサポートに入るっていう。で、20秒ぐらい。
やっぱり強者優先っていうように、この中で我々4輪が後ろにいてるんで、ここでトラブルが起きるとサポート遅れるんでね、さらにサポートしてるっていう感じですね。ニュートラルサポートカーって前日からその機材面だったりとか情報面でどういう準備をしてたりするんですか？まずは車の新車から始まります。で、車の新車から始まるっていうのは、きれいにするっていうのは当たり前なんですけど、やっぱりそれの状態を確認する、まず使用するその機材を洗車することによって傷があったりとか、まあ、例えばその自転車のタイヤがやっぱすり減ってるやつを変えなきゃいけないとか、あと洗車してる時にワイヤーのたるみが見つかったりとかね、伸びが見つかったりとかするんで、基本的には前日洗車から始まります。でそれで機材の準備をして、であとはまあ参加するチームの機材をチェックして、それに合わせて車両に積む内容物を確認して、レースに合わせて積み込むっていう感じですね。あとはまあこういうレース展開とかを前日に打ち合わせして、まあ、誰がどういう動きをするかっていうのは前日のうちにミーティングをするような感じです。じゃあもうレースが終わるたんびに車を洗車して使ったそのサポートの機材っていうのは毎回洗ってるってことですね。そうですね、まあ、レース前に、レース前に。じゃあもう本当に準備からレースまで大変ですね。そうなんですよ、当日だけじゃないんで、やっぱりこうまず招集から始まりますからね。どのメンバーにどのレースに行ってもらうかのところから始まって、まあ、レースに合わせて、ね、あのスタッフを全国から集めてですね、あの準備してもらうような形になるんで、もうみんながどの車に何を積んでどういうことをするかっていうのはもう長年やってるんでね、把握できてるんですけど、ただ近年ちょっと取り組んでるのは、あのベテランと若手をあの組み合わせするようにしてて、まあ、若手の育成を今してます。はい、左折して、まもなくニュートラル区間の直線ですね。あ、じゃあニュートラル区間規制なしで規制ちゃう。ニュートラルゼーションなくそのまま行くね、こればらけてないから。寺田町東交差点左折。一応レースやったんだけどな。そこ一回ペース落ちるでしょ。でも30キロまで落とすんでしょ。今上がりきってるもんね。60キロ超えてるもん。なんだ、70キロか。70キロやもん。なかなかレースで70手前まで出る展開って少ないかもね。前方のノート、まもなくニュートラル区間になります。準備お願いします。でももう本当に今のところ平均速度50キロぐらい出てるんじゃないですか。そうですね。はい、コピー。ニュートラル区間は何キロ以下とかあるんですか？このままいくことを願って、ニュートラル30キロ以下やね。前方のノート、リリースポイントは、右折交差点、右折交差点でリリースします。今日30キロで抑えて、はい、で今インフォメーション入りましたけど、右折抜けたところで解除なんで、そこまで一回集団ギュッと止めると思うんですけど、止めてこれからまた都内に向かって、はい、ね、走るところでどう展開するかでしょう。あ、マビックニュートラルさん111番コリン、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 ディスク、ディスク、チェーン、チェーン、チェーン、ファイナファイナ。ニュートラルだから大丈夫。大丈夫で、住吉は中国でまた待ってた。ちゃう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 、ちゃう。ニュートラル感がいいか。今日の第一トラブルでしたね。今日の第一トラブル、今はどんなトラブルだったんですか？ビッグプーリーやねんけど、ビッグプーリーからチェーンが外れてるってことだよ。
レース中のニュートラル区間ってあるんですか、他のレースでも。ありますよ、結構海外でもそういうのがあるんで。でもアジアツアーニュートラル区間でニュートラルなかったけど、ここからここまでニュートラル区間するからって事前チェックして普通にレースしとったからな。これ嘘やんかと思って。まあ安全確保できればニュートラル区間も回避するんだろうけども、やっぱり都市部でレースやってる限りは、まあ、致し方ないし、行動レースさせてもらえるっていうその地域の協力があって初めてレースできるんでね。いやーこれリリースするときにケツのやつ超えてリリースしなあかん。この間は、カーブ曲がって一つの集団になってます。うわちょっとしんどいな、このリリースはしんどいわ。やっぱり下りの割合高いですよね。非常に高い。今も登ってどん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 、まあもちろんね都内に向かってゴールするからそれは致し方ないんですよ。これ逆だと結構きついよね、逆のレースだと。これ逆だったのがまさにオリンピックってことですよね。そうですそうです、オリンピックは山に向かって、ね、走っていくんで。道幅広くて下り基調で長いとちょっと危険な時もあるんで、ちょっと落車も警戒しておかないと。やっぱレース前半でトラブル多いんですけど、次に多いのがやっぱり中盤の気の抜けた時にガシャガシャってやることが多いんで。ちょうど1時間ぐらい経ちましたけど、10人ぐらいしか減ってないですよね。そうですね、これやっぱ全然減ってない方なんですか。いや全然減らしてないし、多分チームの思惑ともちょっと違ってるかも。もう少し早い段階で絞りたかったと思うんですけどね。ただあの行動レースにしたら道幅結構広く取られてるんで、結構道幅が狭まったりとかくねくねしてると、あのチームとしてはやっぱり集団が多いより少ない方がリスクは減るんで、狭めたくなるんでしょう。あの少なくしたがるんですけど、まあ、これだけ道幅広いと、まあ、そこまでリスクもないんで、もしかするとちょっと展開が走りながら変わってるのかもしれないですね。あえて体力使ってまで減らしに行く必要はないかなってところが多いってことですかね。そういう思惑もあるのかもわかんないです。ただこれはもう走ってる選手の気持ちなんでね。スプリンターおらんとこやったらやっぱり逃げたいわな。だから特にマトリックスなんかで今日スプリンターおらへんから逃げたいよな本当な。だ多分スプリンターがいてるところは今の展開良しとするし、最後まで行きたいよな。行きたいよね、チーム残しながらね。でもやっぱりアタッカーが多いというか、あのルーラーが多いというか、あの逃げる選手が多いと思う。現在3名が飛び出したが、次々と集団からブリッジがかかり、集団は逃げを容認しない。これちょっとレース残り10キロぐらいで忙しになりそうやけど、わちゃわちゃしだしてるな。ちょっと一番勘弁してほしいパターンやね。わちゃわちゃ大きいのになるなりそうやから。はい、リッターゾーン1キロの看板、まもなく選手が通過。最後選手いっぱい残すと危険が多いからな。集団落車の可能性も高くなりますね。高くなる。やっぱゴールスプリンター有してるチームが、はい、残り35キロ看板で先頭のタイム交わします。残り35キロ看板、結構位置取りとかでもね激しくなるんで、画面では分からないですけど、結構体と体がぶつかってガンガン中でやってるんでね、やっぱり結構危険です。35キロ看板で続けてクロートン、なんか大体何秒以上で2輪と4輪を切り替えるみたいなのがあるんですか。今日はあのルール上は30秒、はい、あの開くとニュートラルカーが入れるんですよ、はい、で1分から1分半開くと、はい、コミスメルカー手上げてない、いや手上げてない、あとポケットに手入れちゃうけど、
こちらコブスリー、コブスリー33の前に入ります。33の前に入ります。で、コミシェルカーは1分半で入ったりするんで、で基本30秒から1分以内にこのニュードロールカーだけが入れるんですけど、その時にレースの展開に合わせて4輪で行くか2輪で行くかはその前で担当してるこのマビック無線でやり取りをして決める感じ。やっぱりタイムギャップは短ければ短いほどすぐ抜けれるのが2輪なんで、先に2輪でパターンの方が多いんですけど、あ、これ飲まれそうですね。後ろの方が全然勢いある。はい、タイムギャップ10秒、タイムギャップ10秒くらいに縮まってます。はい、ゴムとゴミ。今競技無線とマビック無線両方入ってるんですけど、マビック無線の中でもタイムギャップ取りながら、まあ、2輪が入る、4輪が入る、2輪とも出て、あ、2台とも出ていくみたいな。無理しないように。はい、正面抜けて魂の看板3、はい、正面抜けたところで一段前に上がりました。オリンピックの時はやっぱ上り期間、上り気象だったってこともあって、うん、最初から割とバチバチだったじゃないですか、うん、ああいう時はやっぱニュートラルは大変なんですか。はい、そうですね、ちょっとオリンピックの時は違うニュートラルが運営してましたけど、はい、あれぐらい展開が激しくなるとやっぱりニュートラルカーって4輪が4台、2輪が大体2台から3台あるんですけど、4輪もフル稼働で入れ替わり立ち替わりポジション変えていきますよね。ただあの展開に応じてですけどね、さっきもお伝えしたその強者優先っていうところもあるんで、まあ、勝つ選手に不利益がならないようにしていかないといけないので、まあ、それの対応でどういうポジションを取るかっていうのは本当展開が目まぐるしく変わるんで、まあ、その都度臨機応変に対応するような形になるんで忙しいと思いますよ。忙しかったんじゃないかな、オリンピックは。男子現在先頭は2名、制限33、93、アートプロと318秒、先頭の2名はポートマミックで今までで超えるもんね。あのポケットみたいな。フランスでエタポドツール何回か走ったけど、アルプス下るとすぐ100キロ出るよ。交差点で、赤白の何番だ、3番か93、どっちかが落車、先頭1名、1名になった。交差点落車はこの先や。曲がってくれ、曲がってくれ。オッケー、おらへん。残ってる、93。反対車線。大丈夫。まさき。まさきか。3番は、最上しております。まさき復帰、まさき復帰。
だからもう本当に淡々と進みましたね、レースが。レースは淡々と進んだね。ただ選手はやっぱりこのラスト5キロぐらいから多分ね、いろいろと動き出すと。ピロトンの前はブリヂストンがコントロールと始まった。はい、コピー、いつ動き出してもいいように心構えだけお願いね、周辺のもの。はい、その他のチームが追い出した。松田さん、こっちからチェック入れようか。セット、やっぱりここまで来ると BSI さん機難がやっぱり有利なんですかね。まあ有利になるでしょうね。追ってる追ってる。あとシマノ、全体のチーム力の熱いところがやっぱりうまくコントロール入ると。はい、タイムギャップ13秒で、我々ラスト1キロを切るとニュートラルできないんで、はい、まあ、それまでのトラブルは対応するんですよね。ラスト3じゃないか。3はステージレースだけや。ワンデーレースがラスト1。ただあともう東八道路入って、この下り基調で入っていくもんね、こっちから行くとね。まもなくあと7キロ。あと何もないことだけ。で東八から味の素スタジオ入るの下りやろ。タイムギャップ20秒広がる。とにかくトラブルないのことだけ祈りたいと。最後の最後で、はい、先頭プロトン28秒。28秒、これも厳しいな。あら、逃げ切りやな。決まり切りやな。誰が逃げてんの。何人逃げてんの。一人ちゃうか。一人なバイクついてるやろ。バイクついてる。はい、ニュートラル元、ニュートラル元、逃げてるの誰。BS93。 はい、先頭チェーサー20秒、その後すぐプロトン。ああ、でも8秒縮まったんや。先頭プロトンは25秒。 BS1 人逃がして残りで隊列組むってやつやね。で万が一捕まったらゴールスプリント。下ってるもんな、ここで。3キロ入れし。ラケーブも、120m、イタリア、そうした。自殺って、ゆっくり戻る。小島や、小島なお。小島。いいんちゃう。強い。はい、チェーサー3キロ、3、2、1、チェック、25秒。すぐプロトン、はい、27秒。チェイサーは今分かれると。はい、チェイサー1番はプロトンに吸収。1番マスダイ。マスダか。はい、コピー。93単独でプロトン。小島直樹、小島単独もしくは BS ゴールスプリントやね。一人逃げ切りですかね。濃厚やな。いや、多分 BS 小島逃げ切りの体勢取りながら、あ、落車。あ、待てよ。クリックです、クリード。あ、ロックか。クリードスピードあった。わかってる。もうゴールだけでいいやろ。はい。ゴールまであとちょっとなんで。ありがとうございます。感想でいいやろ、もう。感想で大丈夫です。田中見て。はい、よかった。いや、薄ないです。あとゴールだけなんです。頑張ってください。
さっき言ってた残り3キロ付近でやっぱ危ないんじゃないかっていう。そうなんまさに3キロでしたね。まさに3キロぐらいだねまあただもう我々の仕事はこれでおしまいなんで、はい、もう一台車が前に上がったんで、はい、まあ、それが最後サポートしたと思うから我々的にはちょっとうまく車両も入れ替えれて、でもう一人前の方でトラブってるのはバイクの方が対応してたんで。痛い？コースワンの傷、2日がコースの方で最終スプリントを歌いながら、平さんに引かれてたもうどうなってしまうの？マザキ、あ、すいません、ありがとうございました。いける？怪我は？え？怪我？あ、ちょっとだけ指が痛いぐらいで、うん、動いてるんで大丈夫です。オッケー。ありがとうございました。はい。はい、どうぞ。入って左側。入って左側。どうぞ。戻ってきましたね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。こんな感じです。はい。じゃあ今日は密着させていただいてありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。